さて、前回の爬虫類館訪問は、コニタンです。動物大好きなワニさんが手掛ける施設にお邪魔しました。ヘビがたくさん、中には危険なものも。イグアナの餌をしたり、ボールパイソンを首に巻いたり、あら、ともちゃんご満悦。人気のプトアゴヒゲトカゲにも触りました。それでは、今回もパート2スタート。でかそう、こいつはすごいですよ。またワニガメなんですけど、これが、もう甲羅だけで60センチ、でも全長で言ったら多分130センチ、40センチくらいあるかなっていうサイズのワニガメさん。年がもう47歳らしいです。へぇ、超年上です。年上そうなんですよね。ちょっともうぜひ横並んでみてください。これ大きさが、顔が多分人間よりでかいんで、わかりますかね、これね。本当すごいですよ。体重も53キロあるんで、ここに入れるのすごい大変でした。運んでるのヒーヒー言いながら持ったりして一人で。これワニガメの皮の標本なんですけど、ぜひ触ってみてください。ちょうど多分首のあたりの皮ですね、これは。でも硬いですよね。どこでもなく皮膚でこれなんですね。そうなんですよね。これ金魚たちを入れてるのは何？ご飯です。いずれ食われる。そうだ。食べる時は早いんですよ。でもこの子はなんかもうお年なのか、あと体が重たすぎるのか、あんまり食べるときですら動きは速くないです、ね。それでも食べられちゃうんですね、金魚は。でも正直食べてるとこ見たことない。減ってない。今のとこ食べてないですね。多分だからこの子は金魚とも一緒に帰る。あ、じゃあそんなに食べなくてもいいって言ってる？全然量は鶏肉とかあげると食べるんですけど、なんか本当金魚に追いつけない。逃げられちゃう。じゃあ金魚の他にも餌をもらっているんです。めっちゃでかくていかつくて怖いんですけど、なんかよく見るとちょっと丸みがあって、なんか赤ちゃんっぽくて可愛さもあるんですよね、個人的に。顔がそう不思議な、ね。あ、動いた。お、お、お。カメラが分かってるな。あら。息継ぎとかしないんですか？あ、しますよ。たまに水面に鼻出して。あ、今のタイミング。ありがとう。ちょうど撮ってる時に。おー。した。へぇー。首下がザラザラしてそう。息継ぎ早い。どんぐらい持つんだろうね。わかんない。結構持ちます。そう、ハムスターの、これもまたちょっと変異個体の、全身毛が生えてないスキニーハムスターっていう、めちゃめちゃ可愛くないですか？ああ、そんな感じですね。ハゲ太郎っていう、ハゲ太郎っていう。可愛らしい。この子すごい大人しくて、全然人間に噛みついたりもしないんで、お客さんも触れ合いできるんですけど。ちょっともう感触がすごい新感覚なんで。確かに。これは気持ちいい。すごい気持ちいい。これは癖になります、ね。そうなんですよ。可愛い。なんかあったかい大福みたいな感じで。ハゲてる分、このたまたまが分かりやすいんですよ。めっちゃ大きいんですよね。男の子です。男の子です。さっきの子と同じ種類。いや、近い種類ではあるんですけど、この子はまた別の、のど白岩オオトカゲっていうオオトカゲで、まあ、名前だとちょっとのどのあたりが白くなってる。綺麗ですよね。尻尾とかも縞模様で。これが普通のアオダイ。ここ乗っちゃって大丈夫なんですけど。
東京で捕まえたアオダイショウなんですけど、やっぱ北海道のやつと比べると全然黒いですね。黒いですよね。この子、うちで一番高価な、はい、高価、はい、お値段が高い子ですね。水を音かけてさっき言った黒いやつの、はい、今度はアルビノメラニン色素ができない突然変異で、普通にショップで買った方2、300万ぐらいです、あ、うん、結構おとなしくこうやって触らしたりしてくれる。餌はひよこ、そうですね、ひよことか、まあ、ネズミとかお肉をいろいろ、あとお魚も好きですね。この舌をチロチロするのはトカゲもヘビもですけど、ええ、どういう時なんでしょう。これ舌が先っちょ2つに分かれてるじゃないですか、はい、この2つの分かれた、うん、ベロで、まあ、この周りの空間の匂いの粒子を舌の先っちょにつけるんですよ、はい、で体の口の中にあるヤコブソン器官っていう器官があって、それで匂いを、なんかまあ舌先についた匂いの粒子で匂いを感じ取ることができるらしくて、うん、で周りの匂いを嗅いで周囲の今状況を伺ってるっていう感じですね。全然お腹空いてるとかそういうわけじゃなくて、周りの状況を伺ってる時にヘビもトカゲもペロペロしますね。あっ、出ようとしてる出たがり。まだまだ分かる。最大ほんと250センチとかでかまだまだ。このトカゲがめちゃめちゃ可愛いんですよ。可愛い。まあ、トーマストビワガマっていうあの名前のトカゲで、うん、まあ、見ての通り岩の隙間に入るのが好きな子なんですけど、うんうん、よいしょ、あ、出てきたくない。そう、この子も、ね、結構人間嫌いで、すごい持たれると怒るんですけど、ちょっと失礼して、このあらららららちっちゃい、あららららそう、ぷっくりお腹と怒ってる言ってました、ね、あら怒ってるねこの丸い顔も可愛いし、何よりこの尻尾、丸い尻尾がすごいトゲトゲして、可愛いですよね。可愛いというかすごいですね。可愛い、可愛い。これお腹とかもプニプニなんですけど、尻尾はすごい硬くてトゲトゲしてて、はい、さっきみたいに顔とボディは岩の隙間に入れて、うん、尻尾で蓋をすることで、まあ、外敵からの攻撃から身を守るっていうところなんですよね。尻尾はじゃあ高いから、はい、そうですね。ヒキガエル、この辺、まあ、アズマヒキガエルっていうこの辺でもよく見るようなガエルちゃんですね。あらそう、ヒキガエルって脇腹掴むと女の子は泣かないんですけど、男の子はこうやって泣くんですよね。これリリースコールって言って、話してくれっていう泣き声なんですよ。ヒキガエルってオスがメスにこうしがみついて、まあ、あのお腹をもう絞って卵を絞り出して交尾する、交尾じゃないか、まあ、繁殖するんですけど、その間違ってオスがオスにこうくっついたことがあって、その時にこう泣くことによって、俺オスだから話してくれよっていう泣き声なんですよ。結構見た目に反して可愛い鳴き声してますよね。可愛い。この子はギリシャリクガメっていうカメさんです。上下にしてるのは何なんですかね。うん、大丈夫なんですけど、なんかリクガメはよくやるんですよ。このイグアナ、この子もさっきの餌やってもらったこと同じグリーンイグアナの、この子はまた緑じゃなくて青になる変異個体なんですけど、さっきあのイグアナも個体によってだいぶ性格があって、アライ子がいるって言ったと思うんですけど、まさにこの子はこのアライ子で、もう一切触れないし、餌やりも手からなんか絶対できない、むしろ手を入れるとこうやって怒って尻尾打ちとかしてくるんですよ。こうやって本当だ、すごい、だいぶ本当に同じ種類でも個体によって性格が違うんですよね。おお、力
この子もう5年ぐらい飼ってるんですけど、ずっとこれですから。この子めちゃめちゃ可愛いですよ。レッドテグーっていう南米の方に生息してる大きなトカゲなんですけど、すごいこの子おとなしくて、もう人にベタ慣れで、こんな持たれても全然怒んないし、これなんだ、全然撫でてもね嫌がらない子なんですね。おいちゃん、本当だ。これオスの特徴なんですけど、もうほっぺがすごい膨らむ、成長するんですよ。ここがもう柔らかくて気持ちいいし、なんかお顔も体もね全体的に丸くて、ちょっと赤ちゃんっぽくて、ね、かわいいんですよ。めっちゃ気持ちいい。全然赤ちゃんなの？あ、全然赤ちゃんじゃないです。これ大人ですけどね。ひなはかわいい。かわいいですね。これで止まってくれたらいいなと思うんですけどね。最近引き取りましたから、ね。今全然まだ人に慣れてくれなくて。ああ、卵からやってるんですか？いえ、大人になってから。はい、最近、そう、他の牧場さんに行くか、ちょっと、大人になった個体をね、慣れさせるのは多分大変ですよね。うん、全然、攻撃してきたりはしないんですけど。うん、ストレス。ストレス。ああ、そうか、ダチョウは結構あれなんですか、あんまり人の目にさらされると良くないとかあるんですか？今は結構弱い。あ、そうなんですね。ここ、カメがいる池になってて、お客さんが餌やりができるんですけど、ぜひ以前に来ちゃってください。あ、なんかすごいみんな、そうです、もう餌もらえるって分かってるんで。あれ、こんなにいっぱいやってる。ママ、おい、ママ、あ、食べた。実はこの中に入っているの4種類しかいなくて、種類としては、これも、まあ、ミシシッピアカミミガメ、いわゆるミドリガメなんですよ。ミドリガメのアルビノで、この子もミドリガメのアルビノ。でこの子はミドリガメのキャラメルアルビノっていうまた別の品種で、こっちもミドリガメのオスの特化した個体、なんかまあ、ミドリガメもオスのすごい老成した個体だと、赤ミミガメっていう名前の由来の赤い部分がなくなるぐらい真っ黒になる子もいたりして。で、向こうでな休んでる子も、あれ赤耳ガメのブラックパールっていう品種で、品種は違うんですけど、種類としてはまあ赤耳ガメが結構多いですね。この辺は日本イシガメですね、日本の在来のカメさん。そうですね、なんか結構カメってアホな子が多くて、餌が水面にあるのにそれに気づかずくれくれってずっと言い続けてるやつだって言うんですけど、ちょっとアホですね。愛嬌がありますね。ずっと見てられますね。そうなんですよね。食べてるところ